えー、それではエリザベス上杯いきます。えー、ワクジュン、これ多分放ってますね。えん、ー、でね、えー、その前ですけどね、ちょっと福島記念中止しますね。えーと、元々 KT プライド狙いたかったんですけど、ちょっと今ね、急に人気上がってきたんで、ちょっと今回中止しますってことですいませんってことで。で、あとその前にね、えー、これやってもうたね、これ。武蔵野ステークスモーニングね。まさかの7着やったからね、これ。 いやあ、どうしたんでしょうかっていうぐらいバグに包まれてね。まあでもあの、400、残り400ぐらいでね、包まれてね、あ、もう10着かがかなと思ったら4、7着で粘ったなっていうぐらいの着信だったんですね。やっぱ思い出すると怒ってたんですかね。ちょっとそれにしてもちょっとひどかったね。で、まあね、本命言うて結局終わったんやけど、ただね、ここね、 ちゃんと取れたんで、なんか抑えて当たってたんで、まあ、よしとしましょうか、ってことで。本馬券もね、な、なぜかプラスやったんで、まあ、よしとしましょうか、ってことでね。まあ、ほんまにモーニングと、あと、ト崎ね。やっぱり今日もちょっとダメやったね。大丈夫ですかって、ほんまに聞きたいですね、これね。で、えっ、ー、と、武蔵野の10万円は、えー、と言っと、言うてた、モーニングからがっつりこうといて、ここだけ、まあ、妄想馬券ではやや取り紙ですか。まあ、それでも十分な配当ですわ。 えー、太鼓ゴールドドリーム規てーのー、あと2頭が確か人気薄やったんかな、この6頭の中では。えー、カフジテイクと、えー、と、一着誰、タガノトネイルか、あれを粘ったね。しかもレコードやったしね。よっぽど足抜きよかったよね、と思ってね。モーニングの G1 のタイム抜いてもうてるからね、これね。コースレコードやからね、これ素晴らしいですね。 まあ最後ね、ええー、まあ、なんとかね、キングズガードを追い越してのカフジテイクえー、これで3連服が190倍ぐらいですか。一応ギリギリ、まあマイナスやけど、まあまあええとこ行きました。本場券もね、ちょろっと高度だったけどに、ね、あれ、プラスですかと思ってね、えー、ラッキーですね。ええー、ではエリザベス行きますね。ええー、と、まあ、ベタなデータね、あんま好きじゃないやつね。ええー、3歳馬と8枠いらしいーでって。あと、海外馬が2勝で、東の駆動もね、まあまあいい。 っていうデータ出てるんですけど、これ実際見ると、スノーフェアリーが連覇。で、東の駆動成績いいっていうけど、マリアライトとヌーボレコールとかおったんで、まあ、それなりに強いまじゃないとダメですよって話ですね。で、まあ、この2200っていう変速の距離がちょっとか握にぎるってことですかね。ええー、まあね、ベストイズザシンプルってことで、まあ、普通シンプルザベストって書くんですけど、えっ、ー、と、まあね、ええー、着順強ね、結構三連打こうやって逆多かったんでね。 1,2,0で交点のにね1,0,2で来たりね、3,0,1で交点の1,0,3で来たり、ちょっと逆順ね、不運やったんで、まあ、今回こう逆にしてね、もう明日のお払いをここでしときましょうと。まあ、シンプルザベスト何かって話なんですけど、今回、えっと、この距離と舞台得意なディープインパクトですか、一応。ちょっと出て、3頭ぐらい出てるんで、もうね、他の馬、穴馬とか見つけんでもシンプルにそいつら強いまで行こうかなってことで。 えー、行きましょうかってことで。もうほんま素直にマイアライトから行きましたってことで。まあ前走5着なんですけど、ボバアイティによくやってますよって。で、まあ多分どうでしょう。この年でも多分これがラストチャンスちゃいますああいうん、記念走るんか知らないですけど、明らかに舞台適性ここですよねってことで。まあ去年はちょっとね、雨で渋ってた分で、まあこの馬どちらかというと瞬発力勝負よりね、やっぱりちょっとタフなバ場のが向いてるんですけど、まあそれでも、 ねまあ宝塚も確かにババ悪かったんですけど、両側でほんまに走られんかって言われたらそうでもないと思うんで、女の子たちの戦いだったら、うん、一枚抜けてるんちゃうかなということで、まあ、前奏ちょっと負けすぎちゃうんかって話もあるんですけど、ここもう一回頑張ってもらいましょうってことでね。お前、ま、まあ、前奏叩きがどう映ったかってことなんですけど、まあ、これ結構賛否両論ちゃいます で、まあ、内枠引いたんですね、今回ね。正直、やや,や中から外が良かったんですけど、まあ、2番、まあ、最悪偶数ってことで、まあ、どうでしょうか、ってことで。まあまあまあ、力のある子なんでね、別にバグに揉まれたからってどうでもないと思うんですけど、まあ、頑張ってください。で、対抗ですけど、えー、こちらももう、ボバ、相手によくやってるスすのー2ってことで、タッチングスピーチね。えー、で、絶好の舞台ね、2200強度だけなんかったよね。 で、まあ、いい枠、このぐらいの枠が引いた8番ですかいいとこ引いたねってことで。うん、まあ、条件的にんじゃないですかちょっとお休み明けってことや宝からとか金明けですかね、えー、?4 ヶ月ちょい空いてるんですかねまあ、でも、それでも、えーね、鉄砲のディープ強いってよく言うんで、やっぱこのために仕上げてる感じはするんですけどね。ただ、ちょっと強いて言うなら、 ムーアですよね。去年ラキシスでやっちゃってるんで。まあ、ラキシスがちょっとあんま動いてなかったってのもあるんですけど。ムーアはやっぱ東の堀さんでっていう感じなんでね。ちょっとここの舞台でどうですかって話なんですけど。まあ、でもスノーフェアリーで連覇してるんでね。あのけば思い出してほしいってことでね。はい。頑張ってください、モーダさんね。うん。ちょっとまだ、この印もちょっと今不安なんですけど。 で、まあ、黒三角も迷って、まあ、最初に挙げたシンプルザベストってことで、そのままディープできましたと。ミキクイーンね、まあ、調いいんですけど、ちょっと最近マイル向いてもうたんで、距離戻してどうですかっていうね、あんまりね、ペース上がらんかったんですけど、いつもミキクイーンらしいんけしてほしいんですけどね。 で、まあ正直枠きついと。えー、このまね、まあ有名な通り小柄ですよね。ジャパンカップでもなんか他の馬にぶつけられてダメでしたよって言った通りね。まあ今回バタイチ増やしてきたんですけど。それでもね、ちょっと一番はないなぁと思ってね。黒三角止まりですかね。まあでもそれでも、この舞台はディープでいきましょうってことで、もうシンプルに考えてます。は,はい。人気も出てもてるしね、このんとね。 もうん勝手いいよで決まってほしいですね。で、回目ですけど、えーと、生まれ、本命対抗で3万円。これ、タッチングがそんなに生まれ、売れてなかったんで、1、2、3かなクイーンズリングもで売れておったんでね。タッチングスピーチ、ちょっとだけ売れてないですね。単勝は表で売れてたんですけど。生まれ結構ついとったね。14倍、5倍ぐらいついてたんで、まあ結構入っておりますね。本命対抗。で、本命と黒三角、ここが一番人気かな多分生まれんで。まあこれ、3万円ね。で、こっち。 タッチングとの薄い方ね。三、お、まあ、対抗黒三角。これも1一万円だけってこと。まあ土本線ここですね。で、えっと、あとちょっと気になったんが、調教なんかいいって言ってるのと、サンサイバーで集華賞二着の、まあ、えー、っと、パールコードやったかな。アンジョカーダ君。で、エリザベス女王、確かに紹介した通り、八枠いいんで、えー、パールコードなんか、 動きもそのまま前層いる和組投げてるけどええらしいんで一応押さえとこかってことでえバールコードから一応ねまあ3連ターンにしようか迷ったんやけど3連プックにしましたね一応マレンとダブルヒットの可能性もあるんでねでまあ128だけにしよう思うと一応クイーンズリングデムちゃんやっぱ強いですよね一応入れて4等にしましたねで6点なんで 5000×6 これでも最低でも配当10万円ぐらいつくんでまあまあまあ ちょうど鳥神か鳥神じゃないかぐらいのところと、最悪生まれただったらもう大和っしなんで。なんか一応調教いいってお話出てるんで、一応これにしましたね。まあ、個人的にあんまりこの人気で変えたくなかったんですけど。負けましたね、なんかね。で、まあ、えっ、ー、と、お約束の最後行きましょうかってことで、今回ちょっと一番微妙ですね、これね。おさえの三連服でお前200倍使うんかいっていうぐらいのこのキワードいとこね。97%。 モーニ人飛んでるからね、文句言われないんですけど。やや解説なかったね。えー、いくつはかはそう回ってこって。明日エリザベスだけで福島記念やめて、明日ほんでちょっと国家試験あるんで、もうエリザベス1点だけね、昼休みの間に書いてですね。もう明日そんな、ぐーたら休みとい昼間はないんで。はい。ということで、エリザベス上杯は本命、一応マリアライトってことで、最悪ね、3頭ともちょっと、 これっちゅう。ね。えー、なんか、もう絶対鉄板やろって、まあ多分正直みんな終わらんと思ってたんで、もしかしたら大荒れの可能性もあるんですけど、まあちょっと素直にディープで初心に戻っていこうかなってことで。まあそれでいきたいと思いますね。えー、では、えー、以上で終了しますね。